新しくなったモデル3の、はい、これちょっとなんかマイナーチェンジというか、この加速はいいね。でブレーキいい、これシンプル、おしゃれ、すっきりしてますね。ペリーシアの車の話始まりました。始まりました、ねね、はい、突然ですが、うん、お二人、はい、2023年、はい、世界で最も売れた車は何だと思いますか？わかんない、わかんない、何ですか？なんとなくない、まあ、トヨタとかね、うん、まあ、うん、まあ、トヨタかメルセデスか、フォルクスワーゲン、あ、フォルクスワーゲンか、全然違う、違いました、違いました、全然違う、失礼した、はい、テスラですよ、テスラ、テスラか、そう、いやー、イーロンマスクさん売ってんだ、はい、実はテスラのね、モデル Y っていうのが一番売れまして、うん、その数115万台、すげえ、それはすごい、あれですか、北米が多いんですね、そうですね、で、ちなみにね、2位がね、カローラです、うん、やっぱり頑張ってほしいな、そうそう、113万台、で、3位も実はトヨタで、うん、ラブ4、93万台でした、すごいね、トヨタ頑張ってますね、はい、それを抑えてのこう、テスラなんですけど、はい、こちらがモデル Y です、はい、これがモデル Y、はい、これ SUV でしょ。というわけで今日はですね、そんな世界で人気のテスラを深掘りしていこうと思います、はい、テスラジャパン広報の大塚さんです、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、ありがとうございます、これはあれですか、新しくなったモデル3の、はい、これちょっとなんかマイナーチェンジというか、そうですね、はい、ほぼフルモデルチェンジに近いような変更が加えられまして、どこが変わってるんですか、今まではちょっと可愛らしいヘッドライ、はい、ヘッドライトだったんですけど、ここの部分がちょっと鋭くなりましたね、かなりシャープになりましたね、はい、それに伴いこのフロント形状がさらに滑らかなボディラインになって、ちょっとねシュッとしてきましたね、そうですね、うん、はい、よりスポーティーな印象に変わりました、はい、でさらにこちらは、パフォーマンスグレードがようやく待望のパフォーマンスグレードのパワートレインですね、はい、モーターの出力が高く、さらにはこういったスポイラー関係であったり、専用のスポーツホイールだったり、このあたりが加わった、パフォーマンスパッケージ、このパワーも上がってるってこと、うん、いわゆる速いやつですよね、はい、このモデルはそれなんですか、はい、こちらがそのパフォーマンスになります、これおいくらですか、ベースグレードとしては530万円ぐらいなんですが、このパフォーマンスになるとだいたい720万円ぐらいからになります、はい、どのぐらいのあれですか、まあ、スピードというかね、パワーアップと、ゼロ100加速みたいなところで表現させていただくと、だいたいベースグレードになると6秒とか7秒ぐらいなんですけど、こちらですと3秒前半で走れるような車になりますので、それはそのソフトもそうだけど、ハード的にモーターも変わってる、はい、モーターも変わってます、バッテリーもでかくなってる、はい、バッテリーサイズはほとんど変わらないんですけど、変わんないの、はい、あ、モーターサイズだけ、モーターとあとはソフトウェアの制御ですね、はい、航続距離は一番長いモデルですと706キロ、はい、こちらですと、だいたい610キロぐらいがカタログ値になります、でも走るよね、はい、いやもう十分ですね、で車重は車重 1.8 トン前後ですね、2トンないんだ、はい、ないです、はい、それで600キロ走るんだね、ちっちゃいからねやっぱりね、うん、いいですね、うん、ちょっと土屋さん、はい、見てみましょう、中見ましょうよ、はい、顔なんかシュッとしてていいじゃないですか、ね、あとあれですね、これ僕ね好きなんですよ、こういうなんかあの汚れそうな色の汚れそうな、うん、普通みんなね買う時って意外と黒とか選んでるんですよ、無難に、はいはいはい、でやっぱこういう色のがなんか華やかでいいですよね、おしゃれおしゃれおしゃれですよ、うん、おしゃれ、はい、ほらテスラも独特の見てください、ほらもうでかいね、iPad 風のやつ、ちょっとじゃあ、はい、座ってみて、はい、ちょっとカメラさんこっち来てください、おしゃれだね、シンプル、いやもうすっきりしてますね、おしゃれ、iPad だけで動くからいいよね、大塚さん、はい、あとはどれ辺があれですか、セールスポイントは、はい、パフォーマンスパッケージになりますので、うん、まずシートが専用のパフォーマンスシートになっております、うん、今までよりもやはりホールド性ですね、はい、このあたりと、あとはベンチレーションが搭載してますので、夏場でも快適にドライブができます、今までだったらついてなかったな、ベンチレーション、モデル3は、そうですね、今まであったものベンチレーションついてないってちょっとまだついてなかったんですけど、言いにくいと思うよ、どうだ、来らないのだってベンチレーションついてるってそれは当たり前だと思うじゃない普通、まあ、それは高級車だね、あ、そうだよね、そうなんだ、だけど安いバージョンにはついてないじゃない、あ、そうですか、そうそうですね、一番ご要望の高かったベンチレーションは、はい、今搭載しております、今これテスラってどういう方がお客さんもそうなんですか、セカンドカーに多いですよね、今はですね、逆にファーストカーもかなり増えてきてまして、でさらに今まで自動車持ってなかった方でテスラだから欲しいみたいな感じでお買い求めいただく方も、あとテスラって自動運転が非常に、うん、
強みですよね。そうですね、北米においては、うん、あのフルセルフドライビングと言われる、まあ、ほぼ、まあ、半自動といいますか、うんはい、あの運転サポート機能がかなり充実してますね、うん、あくまで今はまだ運転補助機能という扱いなんですけど、うん、ただやはりあの車に任せられるところは車に任せてというような感じで、うん、うまくこう人間と、作業を分担しながら運転できるようなイメージですね。いや運転してみてよ。いやいや運転はやっぱここにほら運転のプロがいますから。まあまあまあほら、俺別に助手席でもいいよ。ね、うんちゃんやってるらうんちゃん、ね、うんちゃんだからね、うんちゃんやってるらしょ。この番組のうんちゃんですから。改造車買取専門店、改造車買取本舗、高価査定、カスタムパーツ大歓迎。お手軽スマホ査定なら最短5分、改造車買取本舗で検索。さあそれではテスラ行ってみたいと思います。最新型です。でははい、でブレーキを踏んでいただいて、今リバースに入りましたので、これでドライアナウンスロン。ほう、シフトレバーが画面のこのさ、なんか iPad が難しいんだよ。いや本当に、ね、シフトレバーも全部その中ですからね。はい、タッチスクリーンの中で操作します、うん、だからこれやっぱ iPad をこなしてる人だったらいいけど、あ、そうそうそう、こなしてない人にとっては結構うろたえるよね。いや難しくて本当だよな、うん、何をどうしていいか分かんなくなりますよね。そう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 。どうですか。いや快適ですよ、あの本当に最新型はあれですよね。もう意外といいなと思ったのは、うん、このこなんていうかな、沈まないね、うん、ああ、はいはいはい、なんか今これコーナー回ってるでしょ、はい、コーナー回ってても、うん、後ろに乗っててもなんか酔わないっていうか、フラットですよね、うん、そうそう、うん、なるほど。ブレーキはどうですか。ブレーキなんかめっちゃいいですよ、ほら、おお、いい、めっちゃいいですよ。ちょっと飛ばしてみますかね、うん、ちょっと走行モードも変えてみましょうか。そうですね、はい、これこういうのがめんどくさいな。もう分かんないもん。あとさ、まあ、確かに一回さ走行モードで変えるのにめっちゃいいね。コーナーどう。コーナーはコーナーいいよ。いい、うん、四輪ちゃんと設置してるし、あんまり変にロールしなくていいですね。ロールしないんですよ、うん、すごっ。いやめっちゃいいよ、ブレーキもいい、いいいい。なんかあんまりやってると後ろゲロがしそうな感じ。いやゲロが出るよ、ゲロが。この加速はいいね。でブレーキいい、朝食べたパンが出てる。これはめちゃいいわ。いいいい、オッケーです。ありがとうございます。いやめちゃいいわこれ。だからもういいって。もういい。もういいって。もういい。いやめっちゃいいね。もういいから。危ないな、危ない。いやだけどね、本当いいわ。やっぱこう最新型だからじゃないけど、うん、俺この間あのちょっとこう夏の初めに、ね、初夏に、はい、テスラ3でレースやってたの。うんうん、違いますか。今ね EV 日本一決定戦っていうのがやってんの。はいはい。それで乗ってたんだけど、それよりもなんか質感も高くなってる。ああ。なんか質感いいですよね。いい。土屋さん、はい、いかがでしたか。いやもういいよ、やっぱりこう、うん、俺も電気型 の、 その、うん、テスラ3に乗ってレースやってたからさ、うん、その日本一決定戦ってもう今電気自動車の日本一がやってますか。そう、日本選手権が、うんうん、それよりもさらにこう質感が高くなってるしね、うん、快適になってるし、はい、いい。でやっぱこうさ、おしゃれだよね。まあそうだね。で加速がさらにいい。さらにいい。悪いところは。悪いところ、うん、おじさんには使い切れない。そうなんだ。いやこれがね実は問題だよね。というのはこう運転していてパッドがこれであるでしょ。もう全部すべてシフトチェンジも何も全部左側見なきゃいけないから、慣れないと怖いよね。だって前見ないんだから、まあ、っていうかね、うん、俺は一回止まってから操作しないと分かんないよ。いや、とは言ってもね、まあ、これはこれで別としてね、いいですよね、うん、どんどん進化してますからね、うん、テスラもね。そうですね、はいはい、そのうち口で言ったら全部やってくれるようになるんじゃないですか。なります ね D に入れてとか B に入れてとか、はいはいはい、今運転に関わるもの以外はほぼ全てあのワイパー動かしてとか、うん、そういうのもできるようになってます、はいはい、お知らせがあります。この度アヘッドモーターサービスでは新たに一緒に戦ってくれる仲間を募集しています。
モータースポーツはじめ、まあ、チューニングもやってるじゃないですか、はい、うちら。そうですね、まあ、車両販売からさまざまな自動車事業をやる中でモータースポーツをいじった経験が普通にお客様にフィードバックされて、まあ、チューニングも含めて提案させていただいてるんですけども、うん、まあ、ぜひうちらのチームに入って一緒に働いてみませんかということで。はい、そうですね、はい、本当にね、AJRT の活動も通してですけれども、まあ、あとはね、テリー氏の車の話という、ね、そうですね、番組にもね、たくさんいろいろと協力もさせていただいてというところで、ここでしかできない経験皆さんありますので、ぜひね、振るってご応募いただきたいところでございます、はい、そして、ブレス、お、はい、板金塗装で、おなじみのブレスも一緒に、働いていただける仲間を募集しています。まあ、今もね、塗装部も板金部もね、稼働していますけれども、まあ、そうですね、はい、みんなでね、やっぱり盛り上げていきたいなというふうに我々思ってますので、はい、一緒にですね、楽しく働ける仲間募集していますので、はい、ぜひこちらをクリックしてください。特に今年はですね、チャンピオン取りますからね、皆さんチャンピオンの位置になりませんか、はい、中古車買取ホット、車買取専門店、高価査定はプロにお任せ、お手軽スマホ査定なら最短5分、中古車買取ホットで検索。車のことならアヘッ、ガスタムカー中古車販売買取ならアヘッド。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。